できましたよ。恥ずかしかった、すごい。さっきさ、ウェブマネー買った時にさ、同じ店員さんでさ、実はちょっと値段バレすると、すごい、さっき DMM1 万円ポイントを先に入れて、で次で実はもう5000円ありますって立たなかった。そこでやろうと思ったから1万5000円もここにあるんですよ。で、前回のね、失敗を生かして1万5500ポイントを買ってきてあるんですよ、ここに2枚。でね、これね、iTunes カードで、いくら分ですかって聞かれて、1万5000円でって言ったらなんか、はいとか言って、なんかお釣り返すことができた。なんかすごい、なんかずっとお釣りの金額見てんの。だから早くしてほしいですよ、よしは。合ってますよねって聞いたんだけど、なんか、え、はいとか言われて、なんか固まってるんだよ、金額見ながら。だから、なんだろう、さっき、こいつまた買ってんのかなって思われてんのか、金額がちょっと、合ってるか分かんなかったのか分からんけど、俺何言ってたか分かんない。買ってきた。買ってきたー、恥ずかしかった。めちゃくちゃ恥ずかしかった。ファミチキ買ってくればよかったー。あー、いや、違う、ファミマ行ってないっす。いや、別のとこだし。別だし。ファミマじゃないし。セブンイレブンかローソン。